ようございます。 AKB48 ハルピョンこと橋本Harunaです。メイクをします。降らなかったからすごい。あ、今下地を塗ります。今日はリバースした7時半ぐらいに一回起きたんですけど、すごくなってもう一回電話した。ちょっとやることやって、ちょっと眠くて、もう一回寝て、こんにちは。なんか今日下地だけでもめっちゃ綺麗かも。お肌。ファンデーション塗るのやめよう。ちょっとクマと。このくすみと抱き隠して、今日ファンデーションやめます。あとニキビ、ここのニキビちゃんたちだけ隠したらいけそう。
どう？今日はいける。これはお粉。いけそう。ちょっといつもよりもすっぴんっぽく見えるかもだけど。やった方が良かったかな、ファンデーション。でももう粉塗っちゃったから。今日の握手会は何部だったか忘れたけど、何部かにおしましが使えます。ぜひ。
すごい、いつもよりアイラインをしっかり引いてみました。いつもは目尻にしか引かない。今日はまぶたにもちょっと引いてみた。そう、4部は売り切れが出てる。ありがとうございます。ステージと握手会ではメイクの仕方が違う。いや、そんなことない。ちょっと今日やってみてるだけ。普段は全然ステージの方が濃いです。今日はなんとなくです。目の印象を今日は強くしています。今何パーセントメイク的にですか？ほど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 です。今日はユーピンクのチークでいきます。
といい。で、ちょっとだけ薄ピンクを。ここからが本番ですよ。まだ本番じゃなかった。ハイライト。あれ、うちらが手袋してんだっけ？わかんない。うちらがしてんだっけ？じゃあネイルとかは別にどうでもいいのか。うちらがしてんだ。5分のその1時間、もう約2時間。何しよう。寝れるんだけど。余裕で寝れるんだけど。まあ、やらなきゃいけないことがあるので。眠かったら寝てるかも。ちゃんと6分に間に合うように起きるね。あと写真撮ったりするわ。キラカミンブースっていうか、あれも別にカミンブースだったわけじゃなくて、着替え部屋でメンバーがかなんか寝てただけなので、あれもカミンブースではないんですよね、厳密に言うと。そうだから、その寝てるメンバーを踏まないように着替えるのがいつも大変でした。
多分めっちゃ初期の頃とかはちゃんと寝る場所っていうのがあったと思うんですよ。そう。でもちょっとずつそれがなくなって、そしたらみんなが着替え部屋で寝るようになっちゃって、そうで着替える時に大変だった。おっとっとっとみたいな、危ない危ないと思いながら着替えてた。寝るには狭そうだった。そう、そういうことです。寝る場所じゃなかったからね。やることやんなきゃいけないけど、なんかやること飽きたときに見れるものをHuluでダウンロードしていこう。2話ぐらいダウンロードしていっとこ。やらなきゃいけないことはあるんですよ、ちゃんと。それこそピョンムービーを出したりとかさ、まあ、それも別にでもHuluを見ながらできるっちゃできるけど、他にもあるの。でもやらなきゃやらなきゃってそれに追われてたら飽きちゃうでしょ。
んだもん、ハラピョン。していきます。幕張だからね。ライブで目につけてやるやつ遠くから見て光ってて見えて偉大すぎました。嬉しい。あれはファンの方からもらったあの。この間紹介してたさ、キティちゃんの時とかについてたさ。ラインストーンみたいなやつ。スタバの次の新作が美味しそう。え、それね、思った。でもさ、前回のやつまだ飲んでないうち、キャラメルなんちゃらみたいな。ちょっと武道館終わってから飲もうと思っててさ、飲めてないんだよね、まだ。で昨日飲もうと思ったんだけど忘れててさ、昨日そう行きの時は昨日絶対帰りにこのスタバ飲もうと思ってたのに帰りに忘れてた。とほほ素敵な三角関係。なんか私はひーちゃんとかレミとかみたいにすごい分厚めのまつげの束感は、なんていうの、一本一本が太めのまつげの束感を作るのが苦手なので、束自体一本一本は細いけどでも存在感あるっぽく見えるまつげの束感を最近は作ってます。より自然なまつげに見えるぐらいの束感。これくらい。やばい、シェーディングしてない。そう、ピンセット。11月ハルピョンと初めての握手、嬉しい。
いっぱい喋ろうね。何喋ろう。何喋ろう。これくらいでいいか。結構ギラギラさせてる。ドラマコードっていうドラマをダウンロードしました。コウキさんトリック残念マジ髪の毛キシキシすぎてもう生きていきたくない。美容院行きたかった。ずっと言ってる。冬だから乾燥してキシキシなのか。確かにね、それもあるかも。見て、ここめっちゃ絡まってる。やば。やば。岸子さん。
音ないよってごめん音声ください。海浜幕張から今何の話してたかっていうと、海浜幕張からか歩いてますっていうコメントを見つけたんですけど、それっぽい人を見つけてその人についていきましょうって話してただけ。あとは今日はゆるっとふわっと巻いていきます、前髪だけ現地でやりますねっていう話。ハルピョン今日何時から？1時半とか1時15分とか4部6部7部の人です。いや急げ急げ。1時半からだって。たかつんさんありがとう。左側はね巻きやすいんだよね、右が苦手なの。こんにちは。みんな幕張にいるのかな。私も向かうよ。待っててね。もう現地でいいや。ここは本当は細コテがいいけど、今太コテしか使ってないかな。太コテでできた。
と半分。前髪は現地。こんにちは。やばい、もう一回。こんにちは。いや、間に合え？間に合え？諦めたらそこで試合終了だよ。鬼教官。ハルピョンからハルピョンに押しますこともできるの？同じ日に。できるんだ。あれ、明日の7が売れてんだっけ？今日の4と明日の7だっけ？昨日見たけど忘れちゃった。そう、スタッフさんから送られてきたあれを見た。レーン状況みたいなやつ、おしまいし可能みたいなやつ見たけど忘れた。
にちは。で見てパキって折れてる。下手。ちょっと下手すぎる。こうですね。よし。恥ずかしいけど名札作った。え、ありがとう。私的には感謝。そのお心遣いに感謝いたす。うまい、うまい、ありがとう。見て、うまい。絶対定型文。できた。これをほぐほぐ、冷めたらほぐほぐします。で完成。暑そう、暑そう、暑そうだから無理しないでおこう。前髪はもう完全に何もせずにいく。まあ、全然これでも出れる。ちょっと待って。うわ、マジか。ショック。ということで、橋本無事完成いたしました。拍手。
5000人いくかな、そんなすぐいかないかな、まあ、夜も配信する予定ではあるので、予定では一応だから、また夜見に来てねって感じかな。すごいバッキバキのメイクだ今日。ちょっとラーメン多め。ここ絶対なんかできてる。買おう。頑張ります。よし、OK。一押しガチャはまだ、まだだよ、みんな。14時からね。14時からだよ。私も夜引くよ。くしゃみが出そう。今日の14時から これじゃない、夜引きますので、ぜひよろしくお願いします。あと200盛り上がりで5000です。でも発表ももう時間もやばなので終わります。
あと200だったけど、また幕張で会いましょう。じゃあまたね、バイバイ。幕張で会おうね、みんな。バイバイ。